はい、どうもみなさん、こんにちは、ゆずっこです。それでは今回なんですけども、LINE ポイントから PayPay に交換可能へ 25% 増量キャンペーンや効率的な4つの参加方法も解説ということで、今回は PayPay と LINE ポイントについてですね、この動画では LINE ポイントから PayPay に交換が可能になったということと、その交換キャンペーンをいかに効率よく参加するかをですね、お伝えしていこうと思います。それでは、行ってみましょう。ということでね、昨日かなり大きなニュースとなったんですけども、こちらの LINE ポイントがタイトル通りになんと PayPay ボーナスで交換可能になりましたよということの発表がありました。まあというのもね、まあつい最近 LINE と Yahoo との系統語があったことによっておそらくこれが可能になったということなのかなとは思います。でですね、そのポイント交換開始記念として、今現在ですね、LINE ポイントから PayPay ボーナスを交換することで、誰でも最大 25% 増量のキャンペーンというのがスタートしました。で、キャンペーンの期間なんですけども、3月の16、昨日からですね、3月31日の水曜日までのキャンペーンとなってます。まあ、半月ぐらいのキャンペーンなんで、気がつけばあっという間に終わりそうな感じはしますよね。で、ちょっと詳細の方に入っていこうと思います。まず、このキャンペーンの条件として、LINE ポイントから PayPay に交換するというのが条件となります。その LINE ポイントの交換条件の一つとして25ポイント以上からまあ交換が可能ということになってます。なので1ポイントぐらいから参加しようと思ってもできませんので気をつけてください。で、このやり方に関してはですね、僕も実践してますんで後ほど解説します。で、今回の特典として最大まあ 25% 増量された PayPay ボーナスが付与されるということですね。で、付与される上限として500円分が付与されます。なので実際に LINE ポイントを2000ポイント交換したら上限の500円に到達するということになります。まあ、結構ハードルとしたら低いっちゃ低いですよね。で、PayPay ボーナスの付与日なんですけども、即時付与されるっていうわけではなくて2021年の4月下旬以降に付与されますので、まあ忘れた頃に付与されるかなという感じですね。ですけども、 LINE ポイントから PayPay に交換したその PayPay ボーナスに関しては基本的にまあ即時反映されるような感じになるので、今回のこのキャンペーンの PayPay ボーナスだけは4月下旬以降ということになります。で、早速なんですけども、今回の 25% 増量キャンペーンをですね、いかに効率よく参加する方法ということで、まあ僕なりに4つにまとめてみました。まあおそらくこういった方法がいいのかなということでまとめてみました。まず最初1つ目なんですけども、まあ当たり前なんですが、持っている LINE ポイントを交換するということですね。まあ LINE ポイントに関してはね、普段からもう LINE Pay を使ってる方であったりとか、さらにそれに加えて、こちらの Visa LINE Pay クレジットカードですね、昨日動画にもさせていただきましたけども、こちらはまあ普段から利用されてた方はおそらくかなり LINE ポイントを持ってるのじゃないかなって勝手に思ってます。というのもね、本当ずっと Visa LINE Pay クレジットカードの 3% 還元っていうのはかなり強いかなと思うんで、なのでそれをうまく使って、おそらくまあ2000ポイントぐらいであればサクッと持ってるよって方は多いのかなというふうに勝手に思ってます。なので、一番手っ取り早い方法として持ってる LINE ポイントをすぐに交換するというのが一つ目。次二つ目は、ポイントサイトから移行ということですね。まあ、例えばなんですけども、まあ、僕が動画の中で紹介したことがある、まず一つ目のポイントサイトとして、モッピーというポイントサイトなんですけども、そのモッピーのポイントから、LINE ポイントに交換して、そこから PayPay ボーナスに交換すると。そうすることによって、まあ、自分が元々持ってる LINE ポイントを減らすことなく、ポイントサイトからのポイントを減らすだけにはなるので、まあ、これも結構いいかなと思います。まあ、ですけども、モッピーから LINE ポイントに交換するとき、まあ、ちょっとした注意点なんですけども、交換レートとして、まず1ポイントを 1LINE ポイントとして交換できます。で、最低交換ポイントとして330ポイント分、モッピーのポイントが330ポイントからないと交換することができません。で、ここもちょっと気をつけてほしいんですけども、モッピーの場合はモッピーから LINE ポイントにするときに手数料が 10% 分がかかります。これ結構大きいですよね。で、交換日数も5日以内土日祝日を除くということですので、まあ、モッピーのポイントがもうめちゃくちゃ持ってて余ってるっていう方がいらっしゃいましたら、まあ手数料かかってもいいということであれば、モッピーから LINE ポイントに交換するっていうのもまあ一つの方法かなと思います。ですけども、そんなにまあ無理して手数料払ってまで増量キャンペーンに参加する必要はないので、まあそのままモッピーのポイントだけ持っておくのもいいと思います。で、次のパターンはこちら、チョベリッチとハピタスですね。こちらもまあ動画内で紹介したことがあるんですけども、こちら例えばですね、チョベリッチからハピタスのポイント G ポイントギフトっていう、いわゆるその G ポイントに交換します。で、その交換された G ポイントをお伝えした LINE ポイント、そこから PayPay ボーナスに交換すると。そうすることによってサクサクっと交換することができますんで、まあこういった方法でもいいかなと思います。まあ別のポイントサイト、まあ他にもポイントサイトでこんなルートがありますよとかがあればですね、アドバイスのコメントいただけると嬉しいです。ということで、2つ目のポイントサイトからの移行についてでした。
次3つ目なんですけども、参加されたキャンペーン付与を待つということで、これどういったことかと言いますと、こちらですね、覚えてますでしょうか？ LINE Pay の Apple Pay ならダブルクリックしてかざすだけ、LINE で誰でもすぐに始められるということで、Apple Pay で Visa LINE Pay プリペイドカードですね、まあこれが使えることになったことによって、開始されたキャンペーンだった気がするんですけども、今ならお得なキャンペーン実施中、最大 1200 LINE ポイントがもらえるということで、下の条件を満たしてたら、最大で1200円分の、まあ、ポイントがもらえるっていうことなんですよね。このキャンペーンはね、1月で終わってるんですけども、このポイントの申請時期がですね、なんとですね、2021年の3月22日月曜日から3月の31日水曜日なんですよね。ということはですよ、今現在、この僕が動画をアップしてる日にちっていうのが3月の17日なので、とりあえずこの動画を見てすぐに交換するのではなくて、とりあえずこのキャンペーンの LINE ポイントの付与を待つでもいいと思います。まあもちろんね、LINE ポイントが余ってる方はすぐに参加するのもいいと思うんですけども、ちょっと LINE ポイント今足りないなっていう方がいらっしゃったら、もしこのキャンペーンに参加されてたらですね、最大で1200円ポイント分がもらえますんで、とりあえず待ってみてもいいのかなと思います。まあギリギリ3月31日に付与されるっていう可能性もあるんですけども、ギリギリ間に合えばね、交換してみるのもいいかなと思います。まあですけども、ちょっと注意点なんですが、まあこちらはね、25% 増量キャンペーンの注意事項のところなんですけども、ここですね。キャンペーン内容及び適用条件を予告なく変更する場合や、キャンペーン自体を予告なく中止する場合がありますということで、一応こういった記載があるので、めちゃくちゃ人気なキャンペーンとかであれば、まあ早く終わってたりとか、もしくはね、何かしらのトラブルがあった場合は、終わっちゃうっていう可能性もあったりするので、まあ、一概に、まあ先ほどお伝えした3月31日までのポイント付与を待つのが一番確実とはちょっと言い難いところではあるんですよ。まあその理由としたら、まあね、まあキャンペーン自体予告なく中止する場合もあるということで、まあ、わざわざね、キャンペーンページ内に書いてるっていうこともあるので、中止はそんなにないだろうなっていうふうに僕は思ってたんですけども、そういえば最近中止されたキャンペーン一つあったなと思って、こちらですね。あまり思い出したくないファミペイの半額キャンペーンですね。まあ何かしらのね、こちらトラブルがあって中止になったみたいだったので、万が一こういった場合もあるかもしれないということも頭に入れていただければと思うので、とりあえずね、交換される際はなるべく早くサクッとやった方がいいかなっていうふうに個人的に思っております。ということで3つ目の参加されたキャンペーンの付与を待つということでした。で、最後4つ目なんですけども、セブンイレブンで特典の商品を交換、そこから LINE ポイントを貯めるということですね。これは結構効率よくいけると思います。それがこちらのキャンペーンなんですけども、セブンイレブン限定 LINE で応募 LINE ポイントプレゼント50ポイントということで、対象の商品をいずれか一つを買うと LINE ポイントが50ポイントがもらえます。で、実施の期間がちょっと短くてですね、3月の21日までのキャンペーンとなってます。で、このキャンペーン結構シンプルでして、キャンペーンの参加方法が対象のドリンクをセブンイレブンで購入します。で、その後に購入したレシートの下の方にですね、QR コードがあるので、それを読み取って、16桁のシリアル番号を入力したら、LINE ポイント50ポイントがもらえるっていうことになります。で、その対象商品として、今出てるような朝日16茶とか、ほうじ茶とか、イミューズレモンとか、まあそういったものがですね、対象となってますんで、まあ PayPay のキャンペーンと合わせて使うのもいいと思いますし、もしくは普通にね、お茶を購入して、LINE ポイント50ポイントを、まあ、貯めていくっていう方法でもいいかなと思います。以上が 25%増量キャンペーンを効率よく参加する方法についてでした。ということで早速ですね、僕も持っている LINE ポイントを交換してみたいと思いますので、まだ交換されてない方は参考にしていただければと思うんですが、まずはですね、 LINE の画面から右下のウォレットを開いていただくと、こちらのトップページが出てきます。ウォレットという画面なんですが、まず右上にですね、自分が持っている LINE ポイントのところをタップしていただくと、こちらの画面に切り替わりまして、そしたらですね、早速出てます。運営一押し、PayPay ボーナス交換開始ということで、ただいま最大 25% 増量中と出てるので、早速ここをタップします。そしたらですね、LINE ポイントから PayPay ボーナスに交換する画面が出てきまして、画面を下に下がっていただくと、ここにですね、まずは PayPay にログインして交換ということで、いわゆる自分の PayPay アカウントと LINE アカウントを紐付けるというような作業を行うので、ここをタップします。そしたら画面が切り替わりまして、アカウント連携の画面が出てくるので、上記に同意して連携するをタップしてください。そしたらこれでアカウント連携が完了しました。3秒後に自動で戻りますということで、僕がこのまま待たずご利用中のサービスに戻るをタップしました。そしたら先ほどの画面に切り替わりまして、早速交換してみたいと思いますので、上限の2000ポイントですかね、こちらのプラス1000というところを2回タップして、しっかりと2000ポイント出てますんで、この交換という風にタップをしたら、 LINE
LINE ポイント交換、交換しますかということで交換をタップします。そして確認交換しました。OK をタップしてください。で、一応ですね、しばらくお待ちください。この処理には数分かかりますということで、一応ですね、しっかり反映されてるか確認してみたいと思うんですけども、PayPay の今度は画面を開いていただくと、この右下に残高という項目があるので、ここをタップします。そしたらですね、自分の残高が出てきまして、今真ん中の方を見ていただいたらわかるように LINE ポイントクラブから PayPay 残高付与プラス2000という風になってます。これが出てくれば OK ですね。だいたい1分ぐらい出てきます。で、これをタップしたら LINE ポイントクラブから PayPay 残高付与2000円、 PayPay 残高ゲットと出てますね。まあ見ていただいたらわかるようにやり方としたら本当にめちゃくちゃ簡単です。ということで今日お伝えしたことをまとめです。まず LINE ポイントから PayPay の交換が可能になりましたよと。まあ PayPay に交換とはいえど PayPay ボーナスに交換ができるよということですね。今現在ですと3月16日から3月31日までPayPayボーナスの 25% 増量キャンペーンというのがやってますんで、もし LINE ポイントにね、まあ余裕がある方は参加してみてもいいのかなというふうに思います。もしですね、このキャンペーンに参加する際は効率のいい交換方法ありということで、まあ僕がお伝えしたね、この4つの方法で、ご自身に合う方法でサクッと参加してみてください。他にもまあこういった方法がありますよとか、この方が効率いいですよっていうのがあればですね、アドバイスいただければと思います。で、ポイント交換自体は本当に1分ぐらい、もう1分もかからずできますんで、今僕がやったね、やり方を参考にしていただければと思います。あ、そんなこんなで今回は LINE ポイントから PayPay ボーナスに交換が可能になりましたよということについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ Yahoo とね、LINE の経営統合によって、まあかなりその両者のいいところが、うまい具合に馴染んできてるような状態にはなってるかなというふうに思います。まあ動画にはしてないんですけども、PayPay のまあ送金の機能とかで、まあ LINE のチャットのような機能も追加されてたので、わ、ここはやっぱ強いなというふうに思いましたね。LINE の強みが PayPay で活かされてるっていうふうにも思いました。まあ多分ね、今後も何かしらのサービスが出てくればね、かなりね、面白くなりそうな気もするので、まあその際はまた僕の方で動画にしていこうかなというふうに思っております。で、今日お伝えしたね、キャンペーンのリンクに関しては下の概要欄にリンク貼ってますんで、詳細気になる方ぜひチェックしてみてくださいということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。